今な、頑張ってくれた小さき姫様若様、この侍忍者ショーが終わった後にわしらのところまで来てくれな。そしてそこで忍者体操を頑張ったよと一言言っていただけると、わしらから褒美がございますので、ぜひわしらに会いに来てくださりませ。よし、ではこれよりは忍術披露。さあ、我らは忍び、様々な忍術、体術、このようにな、ほっこのように忍術、体術、様々、単なる人ゆえに、その、こたびは、その様々な、忍術の一つ、こたびは忍殿が披露してくれるということでな、皆様ぜひ、忍殿の忍術、ご覧くださりませ。それでは忍殿、よろしゅうお頼み申しまする。というのも、我ら忍びというのは身の回りのものを用いて敵といつでも戦えるように準備しておったのじゃ。今見てもらったように、敵をこのようにパシッといたしてな、クルトのだいぶ勢いがつくわけなのじゃけど、何故こういったものを持っておったかと申すと、マルドノのような、あら、刀、これな、この刀を持っておるとすぐに敵意があるということがバレてしまうわけなんじゃな。なるほど。我ら忍びにとって最も重要な任務は情報収集、情報が大事。そして情報を主君の家康様に無事届けるためには何より命が大事なんじゃ。なるほど。拙者が戦地でわーって死んでしまったらこの情報は拙者の中にあったままなくなってしまうじゃろ。故に我らは何よりも生き延びることを優先しておったと。なるほど。そういうわけでこのような医学費を使っておったというのをぜひ覚えて帰ってくださりませ。ありがとうございます。リンドロにもう一度大きな拍手を。さあさあさあ、我ら徳川家康と服部半蔵忍者隊は愛知の魅力、そして忍びの文化を日の元世界に発信するべく日々活動しておる忍び集団でござる。日頃はここ名古屋城にて平日はおもてなし、そして同日祝日は村井忍者ショー、このようにな、この場を盛り上げているわけでござりまする。そしてそんな我ら先ほどのな、まあ忍者体操もそうだし、今の医学見暇もそうなんじゃけども、この SNS っていうのを通じて皆に動画じゃったり写し絵じゃったりっていうのを発信しておるわけなんじゃ。ぜひな、その様々やってるんだけども、つぶやきツイッターとかの顔本、フェイスブック、あとはインスタグラム、あとは TikTok でお主のくの YouTube な、このように様々な予算ござりまするゆえに、ぜひお手元のからくり機で徳川家康と服部半蔵忍者隊と検索いたして、すべての SNS 援軍のほどよろしゅうお頼み申しまする。さあ、ということで我らの演舞、これにて最後でござりまする。白虎、僕とご覧あれ。正しき心、忍びたる者を忘れません。心に刃、辛くとも共に生きる民のため、
笑顔と勇気を届けようぞ。我ら服部半蔵忍者隊、ここに水産。己の信じる道を行け、破天の延期丸だ。先ほど踊ってくれた小さき様、若様、後にわしらのとこに会いに来てくださいませ。それではさらばじゃ。